皆さんこんにちは。川崎市消防局の桑原です。今回お送りする映像はカラーガード隊員と機能別団員の2つの顔を持つ私たちをご紹介します。新しい衣装とともに統一感のある動き、もしもの時は地域を守る役割を担う機能別団員の姿をご覧ください。カラーガード隊レッドウィングスは消防音楽隊とともに市内各地区の消防出初め式や火災予防運動に伴う行事等での広報活動を行っています。皆さんは消防署と消防団の違いはご存知ですか？消防署は常勤の職員が常時消防業務に専念しています。対して消防団は日頃各々の職業等に専念し、災害等の際には消防団員として活動を行います。そして川崎市の消防団は有事の際消防署と連携を取り、消火活動を行う基本団員と、大規模災害時においては広報支援活動や火災予防等の消防広報に限定した活動を行う機能別団員に分かれます。私たちカラーガード隊は川崎市宮前消防団に機能別団員として入団しています。団員としての活動は火災予防や消防団員入団促進などの広報活動と、災害時には応急救護所などで広報支援活動に従事します。カラーガード隊としての活動同様、いざという時も勤務地の川崎で市民の皆様のお役に立てるよう訓練に取り組んでまいります。川崎市消防団は消防団員を募集しています。自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、川崎市の安心と安全を私たちと共に守っていきましょう。